イギリスの指文字日本の指文字アメリカの指文字指文字とは手の形を初期言語の文字に対応させた四角言語の一要素である手話は音声言語や初期言語より語彙の数が格段に少ないため手話単語にない単語は指文字を使って一字一字ずつ初期言語の綴りを表現するほとんどの国の指文字は 片手だけを使うが、イギリス詩文字、イギリスの影響があった、オーストラリア詩文字やニュージーランド詩文字は両手を使って表す。現在、日本で一般的に使用されている指文字は、大阪市立ローア学校、現、大阪府立中央町覚支援学校の教員だった、大曽根源助が渡米した際に、ヘレン・ケラーと出会い、アメリカ式指文字を知ったことから発展した。 帰国したおそねは、アメリカ流の片手式指文字とともに、それまで日本で使われていた小賀式、渡辺式、高木式、数字手真似、文字の形を参照して原案を作った。その原案を叩き台にして、校長の高橋清をはじめとする、同校教員たちが研究し、大阪市立老和学校制定の指文字として、完成させた。昭和6年、 同校は完成した指文字を正式に採用、実施し、それが全国に普及していった。2012年の調査によると、日本の特別支援学校の国語授業で使われているコミュニケーション手段は、第6学年で指文字の使用率が81.3%で最も高かった。ありがとうございます。